はいどうも、セールス YouTuber の大谷だ。はい。本日はですね、20秒ルールについてお伝えしていこうかなと思います、はい。20秒ルール、多分聞いたことない人多いと思うんですけど、これね、ポジティブ心理学の第一人者であるですね、ショーン・エイカーさんって方がいらっしゃるんですよね。でそのショーン・エイカーさんが書いたですね、有名な本でこちらの本あります。幸福優位の7つの法則って本があるんですけれども、まあ、こちらの本のですね、あの記載されている、まあ、1つの法則ですね、まあ、メソッドになります。今回はこの20秒ルールについてお伝えしていこうかなと思います。はい、で20秒ルールって何かって言うと、これなんですよね。はい 好習慣をを作り悪習慣を立つメソッドなんですねなので、これ多分ですね、多くの人たちにとってすごく役立つような、まあ、そういったメソッドになってるんじゃないかなと思います。多分あの、こういった習慣を送りたいとかね、こういった習慣をなくしたいとかって方結構多いと思うので、まあ、ぜひですね、そういった方は最後までご視聴いただければなと思います。というわけで、今回のメリットなんですけれども、動画のねメリットなんですけれども、こちらですね。 好習慣を作ること、作れるようになると。で、あと悪習慣を断つことができるというのが今回の動画のメリットになります。まあ多分ですね、全員共通でこの動画を見た方がいい内容となってますので、まあぜひですね、目を凝らしながら最後までチェックしていただければなと思います。というわけで、目次いきましょう。はい。20秒ルールとはというところをまずお伝えします。定義ですね。で、二つ目。20秒ルールが大切な理由ですね。これ理由実は二つあるんですけど、それそれぞれ解説します。で、三つ目が20秒ルールの具体例と。実はですね、あの今僕こうしてね、YouTube の動画を撮ったりとか、ブログを毎日更新したりとか、Twitter を毎日更新したりとか、 出てきててきるるのののっっ実はこの20秒ルールーおかげだったりすすんですよねなので今回はその20秒ルールとですねその大谷というテーマでですねちょっと最後にねあのお伝えできればなと思いますはいというわけでですね早速内容入っていきましょう20秒ルールとは一体何かっていうと先ほどもお伝えしたんですけれども講習館を作り 悪習慣を断つメソッドのことを言うんですよね。うん、でこれだけ言われても多分パッとね頭に浮かんでこないと思うしよくわからないと思うんですよねなのでさらにちょっとね砕いてお話ししようと思うんですけど例えばね好習慣を作りたいのであれば、うんまあ、つまりどこに20秒が来てるかってことですよねはい、好習慣を作りたいのであればねその行動に取りかかるまでの時間ってのを20秒以内にすること、うん、逆に言うと悪習慣、うん、を立ちたいのであればその行動を 行動に取りかかるまでの時間っていうのを20秒以上にすると悪習慣を断つことができますよっていうのがですねあのこの20秒ルールなんですよね、うん、ただこれだけ言われてもまだちょっとピンとこない人いると思うので具体例見ていきましょう例えばねランニンニグを毎日ししたいいとと思ってるる方がいるとしますよね、うん、朝にねランニングを習慣化させたいと思っている方がいるとするならばねランニングウェアを着て寝ればいいんですよ、はい、着てってこの漢字が違うけれども着るってねあの装着するってことね、はい、着て寝ることがいいんですよねなんでかっていうとランニングウェアを着て寝ると朝 起きた時にもランニンニグウェ,アのウェアの状態ですよねそうつまり、すぐに外に出てもランニングを開始することができると。まあ、つまり、その行動、ランニングという行動に取りかかるまでの時間っていうのが20秒以内。まあ、20秒以内と言わなくても短くなればなるほど、すごくですね好習慣を、まあ、つまりその習慣を起こりやすくなっていくってことなんですよね。はい、なので、ランニングをしたい。 まさにね、そのランニングを習慣化したいって方は、ランニングウェアを着て寝るってことをお勧めします。あと、ギターを習慣化させたいとかね。まあ、これは趣味の領域になるんだけれども、その場合はですね、あのギターをですね、いちいちケースにしまわない。あと、棚にしまわない。これがすごく重要なんですね。なんでかっていうと、ギターをね、せっかく習慣化したいと思ってるにもかかわらず、その行動、ギターという行動を取り掛かるまでの時間っていうのが長くなっちゃうでしょ。棚にしまったりとか、ギターケースに置いたりするとね。はい、なので、ギター置きみたいなのをですね、一緒に買ってギター置くと。うん、そうすると、ギターに取り掛かるまでの時間での短縮することができます。 そんなので、これが習慣化されやすくなるってことなんですね。あ、はい、と、これ、僕を例にとってちょっとお伝えするんですけど、例えばブログとかね、うん、あのブログをですねこう執筆してると、これ、僕ね、昔よかったんだけど、あの途中で YouTube 見たくなったりするんですよね。はいまあ、パソコンでこうブログ記事書くんだけれども、パソコンで YouTube 開いて、ちょっとバラエティ見ちゃったりとかってすることがあるんだけれども、はい、その場合どうすればいいのかと。その場合はですね、ブックマークから YouTube のアイコン消しちゃいいんですね。 はい、すると、ね、グーグルで YouTube を検索して、でまたそこから検索してっていう、ですねその取り組むまで、うん、YouTube でバラエティ番組を見るためのその時間っていうのを増やせば増やすほど、あの悪習慣、悪習慣というかその、その習慣、そ YouTube を見るという習慣を立つことができるようになるわけですよね。うん、つまり、悪習慣を立つことができるってことです。はい、まあ、なので、繰り返しお伝えした通りなんですけれども、好習慣を送りたいの、送りたいのあれば20秒以内にすると、で悪習慣立ちたいのであれば20秒以上、うん、取りかかるまでの時間を20秒以 以上にすするるとと悪習慣を断ち切ることができますよってお話なんですねなので、この20秒ルールっていうのをです、ね、コントロールすることができれば、あなたの習慣をコントロールすることができると。で習慣をコントロールすることができるってことは、あなた自身を変えることができるってことなんですよ。なので、今回ね、この動画ってめちゃめちゃすごい話をしてるわけですよ。あなたのですね、あなたが蝉のように脱皮するですね、まあ、そういった瞬間の動画になるんじゃないかなって僕なんかは思っております。というかですね、僕がそういうふうになったので、ぜ、ま、ひ、あ、ですね、これ以降の内容も聞いていただければなと思います。というわけでですね、20秒ルールの凄ごさっていうのはなんとなくもう理解 していいたただけたんじゃないかなかと思いますというわけで次は20秒ルールがなんで最強なのかとてところについてちょっと科学的なね側面からお伝えできればなと思います。はいで理由2つなんですよね。1つ目が意志力。 これ僕のねブログとか動画でも、まあ、頻繁に出てくるワードなんだけど、まあ、またの名をウィルパワーとかって言いますね。はい、これが理由の一つとして挙げられます。で、二つ目っていうのが活性化エネルギーというものですね。はい、これらそれぞれ二つですね、解説していこうかなと思います。一つ目、意志力ですね、はい。意志力って何かっていうとね、まあ、あの抽象的に分かってるというか、まあ、ある程度ねあの、分かってる人はいると思うんだけれども、まあ、簡単に言うとこれですわ。やる力、やらない力。これのことを意志力っていうんですね。はい、このやる力を発揮すると、 あの意志力を消耗し、そしてやらない力、まあ、我慢ですよねはいを発揮すると意志力が消耗するってことなんですよ。まあ、つまりですね自己コントロール力って思っておいてください。これが意志力と言われるものなんですね。まあ、やる力に関しましては、例えばブログやるぞとかね、動画撮るぞ、これがやる力。やらない力は禁酒禁煙、お菓子食べないとかですね、まあ、我慢する力ですね。はい、まあ、しかし、ですねこの意志力って実は消耗するってことが分かってるんですよね。まあ、つまり あの万能じゃなないいわけでですすよよ、うん、ずれ枯渇してしてまうものなんですよね、はい、この意志力っていうのをです、ね、使いまくってると例えば我慢が増えたりとか,、ね、なんかやることの決断がめちゃめちゃ増えたりするとこの意志力っていうのが枯渇してしまって最終的にです、ね、あの誘惑に負けやすくなるわけですよね例えばお菓子食べちゃったりとか夕方になったらもうお菓子食べちゃったりとかあとは今日はランニングイヤーとかってこうサボっちゃったりとかってしちゃうわけですよ、うん、じゃあこの意志力ってねあの本当に消耗するのって疑問を持ってる方がいると思いますので意志力のです、ね、第一人者と言われてちょっとロイ・バウ・マイスターさん の、ちょっと実験を紹介しましょう。まあ、どんな実験したのかというとですね、お腹を空かせた被験者を対象とした実験なんですけれども、これ、クッキー、チョコレート、ラディッシュ、まあ、ラディッシュは人参と思っておいてください。ラディッシュが乗せられたテーブルにですね被験者を座らせるんですね。で、被験者をです、ね、こう2つのグループに分けていくんですけれども、1つ目のグループっていうのが、クッキー、チョコレート食べて OK ってグループ、うん。つまり我慢がいらないグループですね。2つ目のグループが、ラディッシュしか食べちゃダメ、ね、っていったグループ。つまりこれ我慢がいるわけ。つまり、意志力を使うということなんですよね。 でそこからですね、それぞれの被験者に解けないパズルを解かせるんですね。はいでそこでですねそれぐ、それぞれの被験者ってのがどれぐらいの時間でパズルを解き続けたのかってことを調べたんですね、はい。つまり、ラディッシュしか食べなかったグループっていうのはあの我慢するわけですよね。それで我慢するってことは、それだけパズルが解けないんじゃないかと。我慢してパズルを解き続けることができないんじゃないかと。一方、クッキーとかチョコレートを食べたグループっていうのは我慢がなかったよね。意志力を使わなかったので、パズル長時間解き続けんじゃねってことを調べたんですね。するとどうだったかというと、クッキーとね、チョコレート食べて OK って言われたグル ループに関しましてはなんと20分も。 解き続けたんでですね平均でしかしですね、ラディッシュしか食べちゃダメと、まあ、つまり我慢しまくったグループ、意志力が消耗されたグループっていうのは、なんと8分しか平均解けなかったってことが分かったんですね。はい、まあ、つまりこれ何が言いたいのかっていうと、この我慢をしまくる。うん、そうすることによって、意志力を消耗するわけですよね。でその結果、意志力が枯渇してしまっ,たしまって、結果ですね、あのパズルを解き続けなかったっていう結果になったんですね。はいつまりつまりこれ何が言いたいのかっていうと、これ、意志力で行動すると行動にムラが出るよってことなんですよ。 はいまあ、だからね、これ、意志力ってあの、言い換えると気合とか根性なんですよね、モチベーションとか。はい、だから気合とか根性とかモチベーションでダイエット成功したことありますかと、ブログ毎日更新し続けたことありますか ?YouTube の動画毎日撮れた経験ありますかランニング毎日できたことありますかってお話とこれ全く一緒なんですね。はい、で多分多くの人がですね、NO! って言うと思うんですよ。はいまあ、つまりですね、この意志力で行動すると行動にムラが出るわけですよね。でやる気が高いときはやる、やる気がないときはやらないみたいな感じになるわけですよ。で、その結果ね、行動にムラが出るとどうなるのかっていうと、目標達成率ってのが低下するわけです ですよね当たり前の話ですよね、うん。毎日安定的にブログを更新つし続けることができている人と、ね、あの行動にムラがある、ブログをやるときはやる、やらないときはやるって行動に、ね、こうムラが出る人ってどっちの方がブログでね、例えばアフィリエイト報酬稼ぐことができますかってなったらやっぱり前者なわけですよね。行動しっかり安定してる方がいいわけですよね。うん、というお話、うん。しかしですね、この20秒ルールっていうのをしっかりと使うことによって、これ意志力を使わなくて済むようになるわけですよね。その理由に関しては後ほど解説します。まあ、ただイメージは湧くと思うんだけど、20秒ルールを採用することによって意志力を使わなくて 進むとで意思力を使わなくて済むようになれば行動が安定するとその結果目標達成率が上がりますせんというお話なんですね。はいまあ、なので この20秒ルールっていうのはすごく大切なんですよというお話でした。はい。まあ、意志力についてのですね、内容はこれで終わるんですけれども、次はですね、活性化エネルギーというお話をしていこうかなと思います。そもそもね、この活性化エネルギーって何かっていうと、これ、何かの行動をする際に使うエネルギー、まあ、起爆剤みたいなものですね。はい。例えば、車をね、走らせるときに、あの、アクセルグッて踏みますよね。そのアクセルをグッて踏むときってかなりのエネルギーを使うんだけど、このエネルギーのことですね。これが活性化エネルギーと言われるものです。 はい。で、人はですね、抵抗の少ない道を選ぶわけなんですよね。抵抗のある道、うん、抵抗の大きい道っていうのは人間選ばないんですよ。だからブログってどうですか ?3000 文字のブログ記事を書くとか、動画を1本撮るとかってかなり抵抗大きくないですかだからやらないんですね。習慣化されにくかったりするんですね。しかし一方、抵抗の少ない道っていうのは簡単に通ることができるということなんですけど、これ別のこと言葉で表現するとこれ。人は活性化エネルギーを大量に使う道を選ばないと。逆に言うと人は活性化エネルギーを、あの、 使わない道っていうのを選択しやすいってことなんですよねはいなのでこの活性化エネルギーっていうのはめちゃめちゃキーワードになってくるんですね。うんまあ、ではですねこの活性化エネルギーをあまり使わない例をちょっと紹介すると例えばこれどう、はい、?YouTube を見る。 うん、携帯でもうパッて見れますよねつまり活性化エネルギーほぼ使わないわけですよあとテレビの電源入れるとかねもうリモコンでビーって押せばもう終わりですよねあとお菓子食べるとかね、まあ、棚にねお菓子しまってる方はとかあと散らかしてる方もうなんかお菓子をどそこら中に置いてる方に関しましてはアポでクをつって食べたりとかあとラインチェックするとかね、まあ、携帯とかですよねうん今の時代ってすごく便利になってるんですよ特にやっぱスマホ1台で何でもできるような、まあ、そういった状況になってるわけですよねなのでこの活性化エネルギーっていうのを使わなかったとしてももう行動ができるようになっちゃってるわけですよしかしこれがね 悪習慣に繋がっっったりとかててしちゃっているわけですよね、うんまあ、でもこの場合は、ね、その場合に関しましてはあの 20, 秒以内にし20秒以上にしていくとそうすることによってあの活性化エネルギーっていうのをめちゃめちゃ使うわけですよねでその結果その行動を取りづらくなっていくってことになったりするので、まあ、工夫してみてくださいつまり何が言いたいのかというとまとめますとこんな感じうん活性化エネルギーを減らしちゃいんですよ、はい、活性化エネルギーを減らすように、まあ、20秒以内にすると一方悪習慣っていうのを立ちたい場合は活性化エネルギーを増やしちゃいんですね はい、まあ、20秒以上にすればいいんですよ。20秒以上にすれば活性化エネルギーを使わなきゃいけないですよね。だからその道を通らなくなると、うん、いうことが言えるわけですね。はいなので、20秒ルールをコントロールすればですね、この習慣をコントロールすることができるってことなんですね。はいなので、もう一回ね、これ何度も何度も繰り返しになるんだけれども、あなたがもしもある特定の行動を取りたいのであれば、20秒以内に減らすと。そうすることによって、活性化エネルギーを使わなかったとしても行動が取れるようになるから。そう。一方で、あの悪習慣を立ちたいのであれば、20秒以上にすること。 っていうのがあの莫大になるからですね。大量になるから、その結果その行動を取らなくなるよってことなんですね。はいまあ、なので、意志力とかに頼るのではなくて、あのあくまでもね。この20秒ルールっていうのを使うことによってしっかりとですね。行動を取れるようにまあ、習慣化していくようにしましょう。というお話でした。はい。 まあ以上でですね、意志力の話とこの活性化エネルギーの話は終わりになります。まあ、つまりこの意志力とこの活性化エネルギーってすごく密接な関係があるってことがですね、まあ、この中で分かっていただけたんじゃないかなと思います。はい。で、次はですね、じゃあ20秒ルールと大谷ということで、20秒ルールをね、具体的に大谷がどういう風に使ってるのか、みたいなところをお伝えしようかなと思います。もしもですね、参考になるところがあれば、ぜひパクっていただければなと思います。今回2つ紹介します。うん、1つ目ってのが YouTube ですねで。2つ目が読書です。まあ、僕ね、YouTube 毎日更新したりとか、読書毎日したりとかってしてるんだけど、それがなぜか っていうのは実はこの20秒ルールに隠されているんですよね。なのでそこをちょっと具体的にお伝えします。ではまず一つ目、YouTube ですね。一応 YouTube の実績をお伝えするとですね、まあ、チャンネル登録とかそういうお話じゃないんですけど、僕ね、今のところこの動画を撮ってる今の段階では350日連続更新してるんですよね。結構すごくないですかはい。で、えー、と2つ目、総動画本数600本。僕ね、結構消しちゃったんだよね。だからもっと本当は多いんですけど、700本ぐらいなんだけど、一応ね、お前700本も撮ってねえじゃねえかって言われるのちょっとやだから、一応600本と控えめにお伝えしておきます。で、この2つの実績って結構僕 すすごいと思うんですよね、うんまあまあ、多分あなたがねよし今からじゃ大谷みたいに350日連続やるぞとかねあの600本取るぞって言われても結構簡単にできないことだとこれ思うんですよ、うんまあ、しかし僕これできたとでんでかっていうとこれ20秒ルール採用したからなんですよ、はい、20秒ルール採用することによってこの習慣を送ることができたつまり好習慣を送ることができたんですよね、はい、じゃ具体的に何をしたのかっていうとこれ三脚だったんですよポイントが 実はですねこの動画撮って今これ携帯をねあの三脚の上に置いて撮影をしているんだけれどもこの三脚実は昔はね僕いちいち閉じてあの閉まってたんですよ。 ただこれをもう三脚を固定してるんですよね。はい、固定するようになってからは、僕家に帰ってすぐ動画撮るようにしてるんだけど、もう三脚があらかじめこう固定されてるわけだよね。だから携帯をポッて押して、あ、置いて、ボタンをポンって押せば動画撮れるようになってるんですよ。つまり何が言いたいかわかりますその行動、動画を撮影するという行動に取りかかるまでの時間が20秒以内なんですよ。もうめちゃめちゃ短いんですね。 ただ昔ってのは三脚を取り出して三脚をね設置してね向きを変えてとかってことをいち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 やってたんですよね。そうだから動画撮影するのめんどくせえってなっちゃって結果動画撮らなくなるってことが起こったんですよ。 はいまあ、最初のですね動画を撮るときはもうそんな感じでしたね。だから行動にめちゃめちゃムラがあったんですけれども、今はです、ね、もう三脚固定していますので、行動に取りかかるまでの時間っていうのが、まあ、撮影に、ね、取りかかるまでの時間っていうのが20秒以内になってるので簡単に撮れるって感じなんですよ。だからすっげえ、ね、今ね楽なんだよね、動画撮るのが。うんまあ、楽しいとは正直思わないんだけど、まあ、すごく楽になりました。という感じですかね。はい、なのでまとめるとこんな感じ。三脚を設置したことによってスマホを置く。そしてボタンを押す。これだけでもう動画を撮影することができ,たのできるようになったので、意志力を使わないし、 でさらにはですねあの毎日こう、講習館を送ることができているということなんですよね。うん まあこれぜひです、ね、あの動画を撮る方はああのー、ねあのねやってみてください。最近ねあの副業で YouTube やったりする人も多いですから、ぜひです、ね、意識していただければなと思います。で次、読書ですね。はい読書ねこれ結構簡単なんだけど、まあ、一応実績をお伝えしましょう。僕、読書歴って実は2年なんですよまだ2年ちょっとかな。はいあの意外だと思うんですけど、絵をてのに読書って結構昔からやってきてたんじゃないのって思う人も結構いるんだけど、実は僕ね、ねあの最近なんだよ。読書ってし始めたの。うん、毎日読み始めたのも最近かな。はいまあ この2年間でですね、めちゃめちゃ読書して、で、結果知識をつけてこう動画にしているわけなんだけれども、本当2年ぐらいなんだよね。うん、まあ、毎日読んでます、2年間。はい。で、総読書本数に関しましてはね、あ本数じゃないね、総読書冊数に関しましては500ぐらい。でも本当はもっと多いと思うんだけどね、はい、先ほどのようにね、ちょっとあの、多めに言ったら、お前そんな読書してねえだろって言われることあると思うので、ちょっと控えめにお伝えしました。なのすごいですよね、読書歴2年で500冊読むって結構すごいと思うんですけれども、じゃあなんでね、この、こんなにね、毎日読書することができるようになったのかってお話しすると、これだけ。 うん、毎日あ、翌日読む本っていうのをテーブルの上に置いておくってことをするようにしたからなんですよね。はいまあ、つまりあの、前日にです、ね、あの明日はこの本を読もうって言ってテーブルの上にこう置くわけですよ。うん、ですると、ねあの、本を選ばなくていいわけですよね。朝起きたときに今日はどの本を読もうかなっていうこの時間がなくなるわけですよ。この時間というのがすごく無駄なんですよね、まあ。つまり20秒以上になっちゃうわけですよね。読書するっていうところにこう取りかかるまでの時間が20秒以上になっちゃうと、うん。だからテーブルの上にもあらかじめ置いておいてこれを今日は読むんだ。 うん、いや明日は読むんだみたいな感じで置いておくとすると取りかかるまでの時間っていうのがめちゃめちゃ短くなるわけですよでその結果こう毎日読書することができてるってことなんですねもちろんですねこの翌日読む本をテーブルの上に置いておく以前にね あのちゃんと僕は動画とかね、こうブログを書かなきゃいけないので、本をね読むという目的があるから読んでるってのもあるんですけれども、ね、そういった目的のもとね、その元、えっとテーブルの上にこう本を置いておくってことがすごく重要なわけですね。はいなので、これプラスアルファの知識だと思っておいてください。うん、本を読む目的がなければ多分読まないと思うので、この20秒ルールを採用してもね。はいなので、本は、まあ、ある程度読むと、ただこう毎日読むようになりたいみたいな方は、ぜひこれ採用していただければなと思います。まとめるとこんな感じ。 テーブル上にの上に本を置いておくと迷いがなくなるわけですよね。つまり、どの本を読もうかな、今日は、みたいなのがなくなるわけです。でその結果、読むという行動を取りやすくなるということなんですよね。はいなので、20秒ルール恐るべしということでございました。はい、まあ、今回ですね、あ YouTube と読書についてお伝えしたんだけど、これ多分ね、あらゆるところで応用できると思うんですよね。なので、この YouTube と読書を参考にして、あなたのね、何か、あの 送りたい習慣、あとは立ちたい習慣にちょっと応用していただければいいんじゃないかなと思います。というわけでまとめましょう。はい。20秒ルールとは何かっていうと、好習慣を作り、えーと、悪習慣を立つためのメソッドでしたね。はい。まあ、具体的には好習慣を送りたいのであれば20秒以内にすると。取りかかる行動を20秒以内に取り掛かれるようにすると。 悪習慣を立ちたいのであれば20秒以上にするとということでしたね、はいまあ、すごく簡単ですよ。はい、で20秒ルールが最強な理由というのは2つでしたね。意志力と活性化エネルギーというのが関連していたというお話でした。はいまあ、以上で,です、ね、内容自体は終わるんですけれども、今回、ね、ちょっと意志力というワードが出てきましたので、もしもです、ね、その意志力についてより詳しく知りたいと。実はです、ね、この意志力って筋肉のようにこう鍛えることができたりもするんですよね。うん、なのでこの意志力についてこう詳しく知りたいとか、ねはい、回復させたりすることもできるんだけど、まあ、そういった、ね、理解を深めたい方はぜひ YouTube の概要欄の方に意志力についての してておきまますすので、まあ、ぜひ同時にチェックいいただければなと思います、はいまあ、もしもですねこの YouTube の動画、またはこれに関係ない内容で何か質問とかがありましたらですね YouTube のコメント欄の方に記載していただければなと思います。まあ、あの採用されればですね動画とかブログ記事になったりしま,しますのでね、まあ、ぜひコメントを寄せていただければなと思います。もしもですねこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録ぜひともよろしくお願いいたします。というわけで、ではまたお会いしよう。